ランドルフ・チャーチル夫人は、アメリカ生まれのイギリス人名詞、最初の夫であるランドルフ・スペンサー・チャーチル教との間に、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルを設けた。結婚までは、ジェニー・ジェローム。結婚後は、レディー・ランドルフ・チャーチルと称した。短くジェニー・ランドルフ悪いは、ジェニー・チャーチルとも呼ばれる。ジェニーは、ジャネットの短縮系である、夫・ランドルフ教は、 第七代モールバラ公爵ジョン・スペンサー・チャーチルの三、何であったよって法的身分は平民であるが、公爵家のヤンガーさんとして生命に、儀礼称号を、教をつけて名乗る権利がある。その妻としての、レディの称号であり、貴族の夫人や霊場としてのレディではない。当時の最有力議員の一人、ランドルフ教の妻として、夫とこの選挙運動を支え、二人の出世に大きく、貢献した。 チャーチルの研究者は、若きチャーチルが大物大臣になるまでの道は、この母の手腕に負うところが大きいと考えている。アメリカ・ニューヨークの聖火アメリカの大富豪の家庭に4人姉妹の次女として生まれる。ジェニーの父、レナード・ジェロームは、18世紀初めにアメリカに移民したフランス系ユグノーの血を引く銀行家だった。ジェニーの名前は、父が大のオペラ好きであったことから、 ソプラノ歌手、ジェニー・リンドにちなんでつけられたという、19歳の時、父の所有する協定上で、ランドルフ・スペンサー・チャーチルを紹介されて、1874年にパリのイギリス大使館で結婚する。新郎新婦は、初めて会ってから3日もせずに結婚を決めたが、当初は、両家が反対したために数ヶ月をくれることになった。この結婚によって、ジェニーは、 レディランドルフ・チャーチルの名前を得て、日常の場面では、レディーランドルフとして言及されるようになる。1889年、息子たちとジェニーは、結婚から32週と5日で、長男ウィンストン・チャーチルを出産した。通常よりも2ヶ月早いが、チャーチルの電気作家は未熟児だったとは考えておらず、ジェニーが結婚する前に妊娠したと考えている。当時の上流階級の習いとして、 子育ての大部分は、ウバが行い、ジェニーは育児にほとんど関わらなかった。ウィンストンは、ウバのエベレスト夫人を大変したったが、同時に母を崇拝しており、寄宿制のハーロー校へ入学してからおびただしい量の手紙をジェニーへ送り、彼を訪ねてくれるように求めた。しかし彼女は滅多に、ウィンストンを訪問しなかった。ウィンストン・チャーチルは、自伝で、彼女は、夜空の星のようだった。 私は心から彼女を愛したが、彼女は遠くに隔たっていたと書いている。しかしジェニーは母としては学業から健康まで気を配り事細かに助言を与え、チャーチルと厳格な父ランドルフ教徒の間を取り持ち、手紙のやりとりを通じてチャーチルを見守っていた。そして成人したウィンストンとジェニーは良い友人となり強い絆で結ばれた。ウィンストンにとって、 ジェニーは政治的な死であり、母というよりは姉として見ていたようである。また、大物議員の妻としては、ジェニーは夫を出世させるために活発に運動し、選挙事務の細々した手配、議会演説の代筆、有力者との調整まで行い、イギリス上流階級や政治サークルの中に入り、最も好意の人々と社交を深めた。ジェニーは結婚して以降、 イギリスの前総理大臣、すべての閣僚と友人になったと言われる。一方で、ランドルフ夫婦は子供をなかなか作らなかった。理由は、諸説あるが一つには結婚後まもなく、夫が深刻な体調不良に悩まされるようになったためとも言われている。そしてウィリアム・マンチェスターによれば、ジェニーはその代わりに、数多くの貴族と愛人の関係になった。このため、ジェニーの姉妹は、 第二子ジョン・ストレンジを見ごもった時も、この得体のイングランド貴族エブリン・ボス公園の子だったと信じていた。この第二子ジョンも、解任の時期が正確であれば早産だったことになる。ジェニーは、夫との結婚中、100人を超える貴族や王族と通じていたと考えられており、その中には、ヘルベルト・フォンビス・マルク、エドワード7世、ハレル・アンドレアス・キンス・キーラが含まれている。夫のランドルフ卿は、 妻の振る舞いを知りながら、これらの密会を黙認していたという、比較的知られた噂では、今日がジェニーを黙認していたのは、彼が性病に感染してしまったためというものがあり、それも夫人から夫への感染だったとする。それによれば、夫人は1874年の新婚早々から夫以外と関係を持っており、第一子妊娠中から屋敷の召使いとも交わり、 メシ使いが保健者だったということである。もっとも、性病の噂について、ロンドンのチャーチルセンターは、ジェニーや息子二人に症状がないことから指示していない。後年のジェニーの回想では、当時の数多くの愛人の噂について、彼女を貶めるための社交界の噂に過ぎないと否定している。例えば、キンスキー伯爵とは、長時間二人で会ったこともないのに、社交界の人々が、 根拠のない噂を広めたものとしている。また少なくともジェニーは、多くの悪い噂があった一方で、接した多くの人に強く好ましい印象を与えていた。強烈な個性の持ち主でありながら、常に周囲を笑いで包み、周囲を魅了し、引き込み、尊敬もされていた。その印象について、ある男性貴族は、力強く自信にあふれ、女とは思えない、肉食獣のようなさがあり、 素晴らしかったと語っている。後のイギリス王妃アレクサンドラも、ジェニーの性格を好み、夫の愛人だったことを知っていたにもかかわらず、ジェニーと同じ宅を囲むことを特別楽しんだという、ランドルフ教が1895年に亡くなっても、ジェニーは、社交界での立場を失うことがなかった。活動の幅を広げ、演劇の脚本を書いたり雑誌を発行したり、病院船に乗って、 坊和戦争の昇兵を見舞うなどしており、後年この看護活動を称えるとしてエドワード7世から貴婦人の称号を送られている。夫の死の5年後、ジェニーは、長男ウィンストンと同じ年のこの絵隊長、ジョージ・コーンウォリスイコール・ウェストと再婚した。振動は、降尺家と伯尺家の血を引く名門の後継ぎだったが、ジェニーにとっては、息子のウィンストンと同じ年で、まだ社交界で知られておらず、 誕生日も16日しか違わなかった。この夫婦は1912年から別居し1914年に離婚した。きっかけは夫が不倫をしたためだという。ジェニーは離婚するとレディランドルフとして扱われることを好み、再び正式の名前をレディランドルフ・チャーチルとした。64歳の時にはイギリス軍人モンタギュー・ポーチと再々婚した。この三度目の夫は 英語語僚北部ナイジェリアの交換で第一次世界大戦後に戦地から本国に帰還したばかりでウィンストンより3歳若かった。二人の結婚はジェニーが亡くなるまで続いた。1921年67歳の時、転倒した時の出血が元でロンドンの自宅で死去し、遺体は最初の夫、ランドルフの眠るチャーチル家の墓にジェニーランドルフ・チャーチルとして葬られた。 ジェニーは、ランドルフ卿との結婚中、夫以外の男性と関係を噂されたが、ランドルフ卿とウィンストンを出世させるためにあらゆる手を尽くし、自らの使える権力を夫のために用いており、夫の演説の多くを筆記した。40代の再婚、60代の再再婚では、そのような献身は示さなかったようである。ありがとうございます。